以前完全走破した大阪中央環状線、中間を南下しています。今日は2月の下旬ですが、今年の2月は暖かいです。十分バイクで出かけられます。今日は2年に一度の恒例行事のためのお出かけです。ただこのお出かけ平日でないとダメなので、天気と有給休暇と施設の空きが一致してないといけない、ちょっと難易度高いお出かけなんですね。結果どうしても天気が犠牲になりがちですが、今日は大丈夫そうです。ということで今回は2年ぶり3度目のユーザー車検へ行ってきます。まずこのユーザー車検ですが、賛否両論あると思います。私は賛成派です。反対意見としては、そんなことを素人がやって安全を担保できるのかとか、業界にお金が落ちないとか、大体そんな感じだと思います。それは点検整備と車検を一緒にやられているからではないでしょうか。私もユーザー車検を受けるまでそう思っていました。ところが点検整備と車検は全く別物でした。確かに点検整備はプロにお願いして、プロの目で見てプロの手で整備をしてもらうのが理想だと思います。そこに疑いの余地はありません。しかし検査は違います。検査は誰がやっても同じです。素人とプロの差はありません。なぜなら検査官に検査してもらうだけだからです。これに素人もプロもありません。私の場合、年に一度12ヶ月点検をディーラーでやってもらっています。 BMW の場合、税別1万2000円です。去年は1万円だったので値上がりしましたね。で、その結果に基づき必要に応じてディーラーで整備をやってもらっています。オイル交換は自分でやっているので、整備といってもあまりなくて、毎年ほぼ点検だけです。ちなみにタイヤ交換なんかはディーラーは高いので、いろいろ探してあげく何回部品でやってもらいました。そして2年ごとに来る車検は、その点検結果を使って検査を受けるのです。車検を受ける年の24ヶ月点検は車検直前にやるといいと思います。車検に引っかかるリスクも大きく減少します。プロの目でしっかり点検整備をしてもらい、自分で車検を通す、これが私の考えです。そうすることで削減できるのが車検代行費用です。業界に落ちないお金はこれだけです。繰り返しになりますが、車検は誰がやっても同じです。誰がやっても同じことをプロにお願いする必要はないでしょう。なら自分でやってみようというわけです。ただ平日に時間を作る必要があるので、時間を作れない人、めんどくさいと思う人には全くお勧めしません。今まで通りお金で時間を買ってもらえればと思います。それではユーザー車検がどんな内容か説明していきますが、ユーザー車検を受けに行く前にやらなくてはならないことがありますので、まずそれから説明します。まずは必要書類の準備です。1. 自動車検査証、 2. 自賠責保険証明書、 3. 納税証明書、 4. 点検整備記録簿、これはディーラーでやってもらった点検の記録です。それをコピーしておけば大丈夫です。あの点検記録捨てたらダメなんですよ。私は捨てないようにバイク買った時にもらったサービスブックに記録してもらっています。この必要書類は国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトにも詳しく載っていますので、そちらでも確認ください。それ以外に当日運輸支局で準備できる書類が5自動車検査票、6自動車重量税納付書、7 OCR 申請書、この3つです。
OCR 申請書は国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトで事前に作ることもできるので、それをプリントアウトして持っていっても OK です。その方が若干の時間短縮になります。ただしほんの若干だけです。そして車検の予約です。これはナルテック自動車技術総合機構のウェブサイト自動車検査インターネット予約システムで予約できます。アカウントを作って、継続検査二輪車を選択して、検査場を選択して、日時を選びます。日付は当日を含み開帳日14日間から選べます。もし検査で引っかかった時リトライできるように早めの時間帯を選ぶのが良いと思います。私の場合、初めてのユーザー車検の時、最もありがちなライトの後軸で引っかかり、近くのテスター屋さんで調整してもらってリトライしたことがあります。そんな時、最後の時間帯だと間に合わない可能性があります。注意してください。必要書類の準備と車検の予約ができたら、いよいよ検査場です。私の場合、大阪運輸支局です。というわけで、大阪府寝屋川市にある近畿運輸局、大阪運輸支局到着です。実はね、この大阪運輸支局内、許可なく撮影禁止なんです。だから今回、実際の検査中の映像はありません。残念です。空からの Google Earth の写真を使って、どこでどんなことをすればよいか解説したいと思います。ここから許可なく撮影禁止なので、Google Earth で説明します。今ここから入りました。入場してぐるっと回って、ここが二輪車の駐車場です。結構すぐにいっぱいになる感じです。そしてまず行くのがこの A の建物です。ここの旧ユーザー車検受付へ行ってください。車検証にある QR コードを受付機に読ませるんですが、わからなければその左に友人のカウンターがあるので、そこで聞いてください。そしてこの旧ユーザー車検受付で必要書類のうち運輸支局で準備できる書類がもらえます。受付機に車検証の QR コードを読ませるんですが、その時画面上で自動車検査票、OCR 申請書、自動車重量税納付書にチェックを入れて QR コードを読ますと、車検証の情報があらかじめ記入された3種類の書類がプリントアウトされます。それに少し書き加える必要がありますので、建物の奥の記入スペースへ行って、そこにある記入例を見ながら必要事項を記入してください。よく覚えていませんが、大して書くことなかったと思います。記入が終わったら書類一式を持って C の建物へ行きます。 C の建物はこちらです。ここでは2車検登録手数料印紙、3重量税印紙、4自賠責保険の順で窓口へ行って、それぞれお金を支払います。書類一式を渡してお願いしますと言えば、必要な金額も教えてくれるし、印紙も貼ってくれるし、あとは係の人がちゃんとやってくれます。どこの窓口で何の質問をしても、ユーザー車検のことであれば大概答えが返ってきます。次どこへ行ったらよいのかとか、コースではどの書類がいるのかとか、わからないことは聞いておきましょう。そして次はいよいよバイクに乗ってコースへ出ます。検査です。運輸支局の敷地内は道路ではありません。何が言いたいかというと、道路交通法が適用されないということです。なのでヘルメットをかぶる必要がありません。2年に一度堂々とノーヘルで走れるのも実はちょっと楽しみだったりします。二輪車のレーンは一番端のここ10番レーンとなります。ここが一番どんな感じか気になるところでしょうが、すいません、映像はありません。ただご安心ください。ここで検査員の方に初めてですとか、よくわからないので教えてくださいとか、最初に言っちゃってください。親切に教えてくれます。安心してください。言われた通りに言われたことをやれば5分10分で終わります。ここで心配なのが、私のようなチビライダー、
つま先立ちでテスターに乗って大丈夫かってことですよね。実際にテスターに乗っていざテストが始まるとき、車輪が乗ってる部分が下がります。多分 2,3 センチ下がります。だからいつもつま先立ちの人もかなり安定します。大丈夫です。いつもつま先立ちでなんとかなってる人なら大丈夫です。ここで私の思う注意点は3つです。1、速度が前輪検知か後輪検知かを事前に確認ください。速度メーターのチェックで速度センサーが前輪後輪どっちについているかでテスターに載せる車輪が変わります。事前に確認しておいてください。2、フットスイッチとは足元の青いバーのことです。フットスイッチを踏んでくださいと言われても、フットスイッチって何って感じです。足元の青いバーがフットスイッチのことです。それを踏んでください。3、検査結果は自分で自動車検査表に印字させます。検査が終わった後、自分で自動車検査表を機械に突っ込んで結果を印字させます。これがなんだか昭和的でちょっと新鮮です。印刷が終わるとハンコをもらいに検査員の方のところまで行きます。この時他の検査中の自動車のレーンを渡るので十分安全確認してください。不用意な横断は大変危険です。注意してください。ハンコいただいて検査完了です。私は最初のユーザー車検の時、ここでライトの光軸が引っかかってしまいました。その時の強い味方が宮川テストセンターさんです。再検査と言われましたが大丈夫、すぐ近くの宮川テストセンターさんへ行って光軸調整をしてもらいました。地図を大きくします。ここです。ここが宮川テストセンターさんです。光軸調整、4年前外車1800円でした。今はいくらか分かりません。各自で調査お願いします。速攻です。ものの3分で調整完了でした。そのままコースへ戻り再検査で無事合格でした。ここでの注意点、ノーヘルのまま外へ出ると捕まります。注意してください。地図を戻します。検査が完了すると次は再び A の建物へ戻ります。ここの7、更新提出受取窓口へ行って書類すべてを提出します。番号札をもらってしばし休憩です。ここでも5分10分で番号を呼ばれ、無事入車検証をいただきました。ちっちゃくなっていました。 A4 サイズだったのが半分以下、 A5 よりもはるかに小さい B6 以下だと思います。 IC チップも貼ってあります。知りませんでした。免許証と一緒で時代は進んでいます。以上で継続検査合格、ユーザー車検完了です。結局かかった費用は、1、自動車検査登録印紙1800円、2、自動車重量税印紙3800円、3、自賠責保険料8760円、合計14360円でした。ディーラーに出したことないのでいくらか知りませんが、かなり安く上がったのではないかと思います。そして時間も、運輸支局に来てから帰るまで1時間かかりませんでした。素晴らしい。ということで、ユーザー車検でのバイクと散歩でした。無事継続検査合格しました。新しい車検証とナンバーに貼るシールをいただきました。車検証のサイズがめっちゃ小さくなってたのには驚きましたが、2年ぶり3回目のユーザー車検、これで無事終了です。冒頭で言った車検をプロに任せるかって話、皆さんはどう感じたでしょうか。書類書いてお金払って、検査は5分10分、これで安全を担保できるとは思えません。車検とはそういうものなんです。車検はあくまで決められた手続き、自分で通してみるとそれがとってもよくわかります。安全を担保するのは車検ではなく、プロによる点検整備の方だということです。そんなユーザー車検とはいうものの、面倒くさいし、そもそも平日に時間が取れないと難しいですよね。
けど、最近は有給休暇も昔に比べて取りやすくなったことですし、話のネタに一度チャレンジしてみてはどうでしょうか。私もしばらくこのスタイルでいこうと思っています。それでは次回まで。ご安全に。